皆さんこんにちは、画家の田中羅桜です。今回はアドビフレスコのブラシの特性を生かしたドラマチックな横顔の描き方をご紹介します。早速ピクセルブラシからスケッチ、鉛筆を選択して下書きを描いていきましょう。下書きができたら、画面右側中段の新規レイヤーからピクセルレイヤーを追加します。ピクセルブラシ特殊効果からインクスプレッドを選択します。筆を自由に動かしてダイナミックなにじみを描いていきましょう。僕はこの自然でランダムなにじみを作れるブラシをとても気に入っています。にじみが描けたら、下書きレイヤーを長押しして一番上の階層に移動させましょう。このままだと下書きの線がにじみのインクに紛れて見えないので、下書きの線の色を変更する方法をご紹介します。まず下書きレイヤーの上に新規レイヤーを追加します。次に塗りつぶしツールを使って目立つ色で画面全体を塗りつぶします。そしたら右のツールバーの中段、上から3番目にあるクリッピングマスクをタップします。これで下書きの線が見やすく変換されました。それではもう一度鉛筆ブラシに持ち替えてハイライトを描いていきましょう。人物の光が当たっている部分にハイライトを入れていきます。次に、にじみの形を整えて、人物のシルエットを削り出していきます。にじみのレイヤーを選択し、消しゴムツールを選択します。ハイライトと反対側の影になっている部分に消しゴムをかけて輪郭を出していきます。他にも黒で潰れてしまっている部分の背景をバランスを見ながら消していきます。下書きの線を隠すとこんな感じです。次に一つ面白い機能を紹介します。まずピクセルブラシからインクのにじみを選択します。次にこちらのタッチショートカットをダブルタップしてください。するとこのようにインクのにじみのブラシの形状のまま消しゴムをかけることができます。先ほどの消しゴムツールでエッジが効きすぎてしまった部分をぼやかしていきましょう。あとはカラーを白に選択した鉛筆ブラシでハイライトを整えていきます。カラーを黒に変更して髪の毛などのディティールを加えたら完成です。いかがでしたか？今回はブラシの特性を生かした作画の方法を解説いたしました。皆様もアドビフレスコで楽しいアートライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。
ー。